ジチャンネル。うさぎビーチリゾートでございます。さあ、ということでルームツアーをしていきたいと思います。入って右側は、まあ、洗濯ができるようなものがありますね。そしてベビーカー準備してもらいまして、こちらがトイレで、こちらが洗面所とお風呂でございます。そしてこっち側も荷物を積みました。私の荷物とタンクの荷物とプールの荷物と部屋はこんな感じでございます。もうここでね、そっちゃんとコアが暴れた形跡があるんですけど、キッズガードしてもらいました、落ちないように。で、ここがテレビ、テレビです。で、こっちの部屋に繋がっておりまして、ゲームをしております。こっちの部屋もこんな感じで、同じ感じの、はい、あー、もうなんかあれ果ててるね、俺らがやりました。こんな感じでございます。最高。プール行こうぜ、プール、プール行こう。うーん、晴れてきたよ。うわー、最高、最高だよ。東京より6度低い。でございます。さあ、今からプールに行ってきます。これ5、6年ぶりに感じる。やばい、暑い。あそこハイビスカス行って。あー、いいね。なんでお尻出すの。かわいいね。かわいいですね、ハイビスカス。はい、行きましょう。はい、はい、はい、大丈夫だよ、浮くから。コア、そうちゃん引っ張んなくていい、引っ張んなくていいよ。イエーイ、最高でございます。空のバタフライ、そっちゃんバタフライです。いける？いけたじゃん、もっといけるよ。家でプールの練習した甲斐があったよ。うん、来るよ、来るよ。走ってる、走ってるよ。何がいるか見に行ったよ。早く飛び込んだ。来る？そうちゃん来ます。うわ、来た。パパ来ます。うぃ、嘘でしょ。怖っ。いただきます。ベーコン出過ぎてるから、どうやって食べよう。いただきます。プールサイドで食べるご飯はマジで美味しい。はい、いってらっしゃい。美味しそう。何よりも無事に飛行機が飛んで沖縄に来れたことが良かったですね。ババたちは明日来るのよ。2便に分かれてて、今日は私たち家族とジジが一緒に来てて、明日がババとお姉ちゃんたちの家族が来る感じなんですね。今日本当はシュノーケリングに行く予定だったんだけど、できないみたいで、明日できるかなって感じですね。ではプール行ってきます。せーの、近っ。夜はバイキングです。Oh, wow.
ただきます。おいしいですか？綺麗。はい、ということで今ご飯食べ終わって、メンズたちは大浴場に向かいました。私とノアは大浴場行かないので、お部屋のお風呂でお風呂に入り、今日焼けがねめっちゃやばかったので、チャプターさんでパックをしております。このまま寝る準備に入ろうかなと思います。お疲れ様でした。また明日も楽しみたいと思います。こちらセイとノアとモイコが海に入っております。曇りで結構寒いです。風も強くて、メンズたちはダイビングに行ってるんですけど、船揺れてるみたいでちょいちょい船酔いがあるらしいんですけど、セイは潜れたみたいです。セイ初ダイビング。変顔大会。リュンのバッグと日焼け止め、これ必需品ですね。コアレスティーション。コアレス。ただいまあれから3時間ぐらい入ってやっと外が晴れてきました。すっごいでこいでチャージ。頑張れ頑張れ、痛い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 。やばいやばい、ひっどいよ。ママひっどい状態だよ。プール上がって今から買い物に行くらしいので、メイクをささっとしていきます。夜ご飯はちょっとホテルから外に出てご飯食べに行くみたいだから、今日はとりあえず顔を作ってしまって、もう水着は入らん。なんか1日に3回ぐらいお風呂入ってんだけど。はい、こちらもイユンでございます。イユンのスキンレースで毛穴を整えていきまして、イユンの日焼け止めで日焼けをカバーしていきまして、トーンアップも一緒にしていきます。ここは牛乳飲んだ？飲んでない。ちゃんと飲んで、飲み物しっかり飲んでください。曇ってたけどなんか日焼けしてる感じの。いや顔が痛い。めっちゃ美味しい。みんなこれ食べてもらう。これなんていうやつ？これのどういうやつ？これが美味しいの？
個おすすめのグミ。そう、昨日さ、買い物行ったわけよ。みんなで沖縄の街をちょっとだけ。だからなんか、沖縄のその宮古島はファミリーマートしかないんだって。すごない？ってことはさ、私がいっぱいいたってことよね。ファミマしかないんだよ。ってことはみんな沖縄の人たちはファミからの柚子胡椒味食べたかな。日焼けしちゃってるからファンデーションもさ、色がさ、おかしいよね。よいしょ、一旦メイクします。はい、ということで、ちょっとすごい動画が飛んだんですけど、あれからメイクをしてノアとコアとあとババたちと一緒にお買い物に行ってまいりました。ごまごまいろいろ買ったので、ざーっとお見せいたします。まず私がつけてるこのブレスレットとアンクレット指輪をアクセサリーショップで購入しました。可愛くない？2連で購入して、足は1連でちょっとお揃いっぽい感じの、こういう感じのアンクレットを購入しました。これがもう自分用。あとはお土産で、コアはこれを買いました。押して水を入れるやつ。多分これはババですね。黒糖のなんか黒糖、これもババですね絶対。黒糖ほぼババや私は、ターくんにスパムのおパンツを買いました。で、これ、私の社長ですね、山田社長にも購入しました。 L サイズ。ターくんのやつだから開けちゃうね。ほら、スパムのおパンツあとはこれが気になったの、島唐辛子のベビースターですね。美味しそうじゃない？そしてオスと目が出るやつ。あとはこの有名なチンス工房、ノアの友達のお土産だね。で、あとはこれコアのですね。私とババが大好きな石垣の塩の島ナッツってやつが大好きで、小分けのこれがちょうどいいのよ。あとはスパムのエコバッグ、これはバッシー用に購入しました。これ可愛いの。っていうかなんかスパムシリーズがすごい可愛くて、なんか今までそのオリオン的なさ、結構いろいろ見てきたんだけど、スパムが T シャツとかも含めていろんなシリーズが出ててめっちゃ可愛かったんですよ。時間がなくて、ババが今エステに行ってるんですけど、誕生日プレゼントでエステに行ってるんですね。それまでに戻ってこなきゃいけないって感じだったので、買い物できる時間が1時間弱ぐらいしかなくて、バーって見てきたので今日買ったものはこんな感じです。あ、そう、あとこれも買った、タコライスの。これがめっちゃ美味しくってほらこれも美味しいので、ではタークにパンツを渡してきます。めっちゃ綺麗。その代わり俺の分も。飲めないと無理なの。バイバイしよう。かわいい。赤ちゃんだね。本当。これ全部手作りでしょ。うわ、これ何？どんだけ広いの？私ウェットスーツだからね。わあ、すごい。王様じゃん。夕飯です。お水。お水持ってくる。いただきます。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデー、ディアバー。
私も歌います。スタジオおめでとう。おめでとう。はい、なにそのクルッと。ダメ、いや、いいよいいよ、よかったよかったよかった。すごいタランチュラみたい。ポケモンに出てきそう。これ何？ヤシガニ。これヤシなの？だって殻に入ってないよ。今日帰る。明日帰るんだけど、明日はもうほぼほぼ遊べないで帰るから、言ったらもう最終日みたいなもんだね。明日は遊ばない。明日は遊ぶ時間多分ないと思うんだよ。そのためで空港が一番好きなの。飛行機が一番おもろい。はい、ということで、今日が最終日の前日なんですけど、今朝ごはんを食べてメイクして、ただいまの時刻ジャスト11時。本当は今日プールだけでいいかなって思ってたんですけど、すごいもったいない感じがしてきちゃって、シュノーケリングの予約を取ったら、なんと2時からのシュノーケリングに予約ができたので、ダークもいなくてノアも行かないっていう感じで、私とフォアとソラと3人なんですけど、ちょっと不安だけどシュノーケリングに行こうかなと思います。なのでそれまでちょっとプールに行こうかな。めっちゃ緊張してるよ。一番私が緊張してるよ。とりあえずまずはプール着替えてプールに行ってきます。サラちゃん初フィンです。マスク使ったことありますか？はい。さあ、ドキ。3人でシュノーケリングに行ってきます。不安です。不安です。不安です。行ってきます。行ってきます。でシュノーケリング終わりまして、ご飯のお時間でございます。じゃーん、フィッシュ&ポテト、じゃん、ホットドッグ、じゃん、タコライスを買いました。あとジュースとカフェラテ買いました。いただきます。はい、ということで私も行きます。シュノーケリング楽しいです。パンは沖縄料理でございます。そうめんちゃんぽんのもずくの天ぷら、刺身の盛り合わせ、ノアが頼むなるとか、島らっきょ、島豚しゃぶしゃぶ、いただきます。はい、お風呂から出まして、ピリュンのなんかプチプチ出てきて、チャプター2番でパックしていきます。こうしっかりパックしてあげて、いますかね。まだ言うても時間は9時なんですね。ご飯食べて帰ってきてもまだ時間は9時でございます。最後の夜なので、みんなで星を見に行ったりとかしたいなと思ってる感じですね。そっちゃんはパパと一緒に大浴場に行って、コアはさっきお風呂に入ったから今日はいいかなと思ってこっちにおります。もう9時で多分ヘトヘトでポテッと寝ると思います。こしゃね、日焼けでね、鼻のここがちょっと皮がむけちゃったんですね。
日焼け止め塗っても帽子をかぶっても紫外線が強いですね。沖縄はこんな感じでちょっとゆっくりまったりしつつ、こちらにパソコンがありますが、あちらで動画のね作業をしつつ仕事もします。沖縄に来ても練習します、作業します、いろいろやります。さあ最終日の朝を迎え、朝ごはんを食べます。いただきます。はい、ということでもう気づけば終わりでございます。沖縄旅行も荷物をまとめまして東京に帰りたいと思います。空港で買い物したりとか、ちょっとどっかでね寄ったりとかしながら空港に向かい帰りたいと思います。